ご存知ですか？交通事故が一番多い時間帯は夕方の4時から6時。日没前後の夕暮れ時はまだヘッドライトをつけていない車が多く、視認性が悪いため車に気づきにくい人が多いようです。ライトをつけている車とつけていない車、違いはこの通り。そう、車のライトは車の存在を周囲に知らせる大切な光でもあるのです。見るためだけではなく、見られるための光。私たちはみんなの安全のためにちょっと早めにつけるライトのことを思いやりライトと名付けました。そしてこの思いやりライトを日本の道路の新しいマナーにするため、共に道を走るランナーからドライバーへメッセージを発信することにしました。参加の仕方は簡単。ヘッドライトの早期点灯をお願いするメッセージが書かれた T シャツを着てジョギングするだけ。いつものジョギングに1枚の T シャツをプラスするだけで、あなたの運動は交通安全運動に変わります。みんなの力を合わせ、日本の道をもっと明るく安全な場所にするために、あなたも思いやりライト運動に参加しませんか？